この番組ビックリマンのエクストララジオは岩手県花巻市が生んだヒップホップスタービックリマンのメンバー5人が b ボーイのリアルな視点で痛快かつドープなトークを繰り広げます。聞くだけでポジティブになり運気や健康状態が良くなると言われています。それでは It's Showtime。あ、聞きたくなってきた。いや、聞きたいよな。聞きたくなってきた。聞きたいっていうか、あのボタン、あのボタンどうやったっけ。クソザマでした。なんか聞いてきたな、これ。あれ、あれ、エクストラライフ、ビックリマンのエクストララジオ。ハローマイフレンマジカルラブリーです。今はパクリだ。全部ね、パクリなんだ。全部ね、今のマフトヤ弓はパクリなんだ。そうだね。ネタをやってらっしゃる。いや、やってない。やってない。え、うん、オリジナル。なんか言い換えてね。なんか話す振り返って自分でどっち合体させた。俺も分かんない。合体させた。ちょっとごまかしてんな。うんこ漏らしてんね。おい、その顔は漏らしたことねえからねえのかい。神田田を見るな。おい、俺はねえから。俺は何度も漏らしてきたけど今回はないって7時半だぞだってあれじゃないですか、漏らす以外考えれないじゃないですか。どういうことですか。極限状態まで戦ったゆえ極限じゃなくても漏らしてるじゃないですか。まあ、それがね、やっぱね、鍛えすぎたからね、俺、ね、心を鍛えて漏らしてもくよくよしなくなったから。後ろから前から穴という穴から出だしからもう、まあね、カレー食ってる人もいますけど夕飯とどうぞエクストララージオイエーイ。うおぬおすっていった。そうか、ペディグリーチャムの CM のことばっか考えてました。神田田です。雑じゃねえか。ファミリー向け番組だ。一気にあの漏らすのイメージ払拭しない。AKA 田原もつぞDJ ポンズ。コミ売り始めた。いや、心にパンポレン、そしてふくらはぎに樹液シート、松坂牛です。違うね。なんか、いや違うねえって言われる。違うねえ、やるねえ、裏飯。違うねえ、照れながら違うわとか言われてもそんな、ね、人のネタの時はさ、すごい堂々と。パンポレンはやっぱね、うん、正月のまあそうだね、友達が言ったキラーワード、言ったことをその言った時はちゃんと消えたのに、自分の気持ちを喋ろうとするとと、あかんないっていう。なんでかね、人のものだと堂々とできるんだ。そうだね、うん、どうしたらいいですかね。知らんから。どしどしご応募ください、リスナーよ。ああそうだ ね、そういう片透かし君のちょっとそういうね、なんかね、うん、メール欲しいっすよね。久しぶりに、久しぶりにっていうか来てんだけど。あ、そうなんだ。バンバン、うん、ただ確かに最近読んでないということはやっぱ来てないのかもしれない、ね、そう来てんのはちょっとセンター問い合わせするわ。どこ持ちだよ昔のね。なんですやめよ、うんうん、嘘はやめよ、うん、嘘やめよ、うん、いやもう1月もね、はい、どうすか。いや雑だよ。その正月気分じゃでいるんじゃねえぞこの野郎ってね。おびいだよ。何が数の子じゃいっつって。何、数の子あんま好きじゃない。いや好きだよ。じゃあそんなこと言っちゃう。でも魚卵はちょっとほら、うん、健康的に。ああ、あれ危ない。卵の数と何ですか。あれ一粒がすごいんです、ね、すごいみたいな。だ生命の源なんですよ。まあね、エネルギーがすごすぎて、はいはい、摂取しすぎると、うん、爆発するって。イメージ嘘。足が嘘。親指爆発教えられてきたんだぞ。お前の親に何ありだわ。そんな爆発するんじゃない。な
いやもうなんすか、2021年ですけど、はい、どうなると、どうですか、どうしたいですか今年は。なんかドスドス言ってます。先週のあのなんかあの書き留めの時バレにすげえなんかね、本当に新しい片付けを見てますよ。りを、うん、まあ、2021年でしょ。けどあのね、あのこの前ビックリマンと仲間たちの間で僕は初めて会ったんですけど、ズーム新年会やったじゃないですか、はいはい、あの今までやったことなかったから十何人で一気にズームとかやったら、はいはい、なんかあのなんかぎこちないんじゃねえかなと思ってたけど結構面白かったなと思って。12?14 ぐらいだ。そんないた、全員既婚者っていうね。あ、そうか。奇跡的だ。よく見たらあれ全員結婚してんなこれ。そうなんだね。初めてリモート飲み、リモート飲みしたね、うん、したけど面白かった、ね、結構面白かったね、うん、東京のやったらとかね離れて暮らしてるやつも、うん、なんなら近くでもそんな頻繁に会わないからね。そうね、うん、遊んだ気になった。あ、遊んだ気になったね。大喜利してね、大喜利してね、あの B-Boy 大喜利、うん、毎年恒例の、うん、覚えてねえけどな、あんまり、あんま覚えてない、覚えてない。あ、確かにそれはあるかもしれないけどね。目の前のなんかあので見たそのインパクトとなんかその印象とかとはまた違うからね、うん、まあああいうのがあったから去年はライブ本当にしなかったけど、まあああいうものを使って全国でなんかライブ見てもらえる感じを作りたいな。20俺たちが20 40だけどな、もうそろそろあとワンテンポ早ければ元もともとだね、今ね、迷いがあったんだ、迷いあったん、じゃ信じた方がいいよ、うん、お前2021年はなんか雰囲気でさっきもなんか違うなとか言うけど、それ違うわってね、80% ぐらいの確率で言ってんだよね、あのドア玉のね、うん、あの年末とか正月、うん、ラジオ聞き直して、うん、80% ぐらいの確率で違うわって言ってるのが言い終わった後に言い訳だよね。そう、うん、ダメだなと思って、うん、そういう感じじゃなくいけたらいいなって思ってますけどね、うん、どうかどうか、うん、大丈夫だと思うよ、うん、やっぱね調子乗ってる時が面白いからね一番、うん、大体なんか滑り癖ついてきた時にさ、やっぱりちょっと半信半疑感出てきて、なんか一発一発やるんだけど、はい、探りの要素入るからやっぱ突っ切った方がいいと思うね、はいはい、そうね、うん、何を今更ね迷ってんの。そうそうなんですよ、今まで何度滑り続けてきたかって話ですよ。もう立てないぐらいね、立てない、普通の人は立てないぐらい。ローションの上にもうそういう立てない靴下履いてるみたいな。今のも違うけどな。いや全然合ってると思うんですよ、うん、今のも、うん、今は別に笑い取ろうとして言ったわけじゃないしマジでマジで伝えたかった、マジで伝えたかっただけだからすいませんでした、はい、熱い男やったら2021年だったら、いやーどうなんすかね、どうなんう今年は。俺はもう牛乳から始めようかどっちで牛だけにやな、うん、何かをやろうとは全く、うん、そんな話になって考えてなかったから、うん、とりあえず牛乳から飲み始めようが、はい、なんでなんで、なんか飲んだ方がいいなと思ったの。そっからやってみる、うん、やってなかったから。あ、やってないんだ。牛乳飲まないんだ基本。牛乳飲まない。ああ、飲まない。乳製品も。乳製品は飲むね。ヤクルトとか飲むは飲むけど、牛乳飲むことないから。ちょっと牛乳から始めてみる。いや、なんかそんな小学生のなんかあの決意みたいな感じだけど、まずね、うん、何も決めてないね今年だからの何とかじゃなくてね、うん、腹筋を最近ずっとやってて、おすごい調子いいんだよね。マジかよ、うん、やっぱ腹筋、いやでもすごい、確かに運動したいっすわ。運動ね、うん、ダメだわ。家でやってる。なんか奥さんが腹筋やってっから俺も一緒にやって、うん、正月一緒にずっと行って腹筋してたらさ、うん、なんかすごい調子いいんだよ。へえ、まあ
基本だもんね。基本なんだ。腹筋と腹筋ないと背筋もできないし、腹筋は結構あれ、なんか腹筋が落ちて、うん、背中が曲がってくるとかって聞いたことある。そこが支えれなくなってきて、年取ってくると、あの、うん、それちょっとラップ調で言ってくんない？腹筋をやれ、やらねえと背中が曲がる、曲がる角にはなたでここ、いつもここから始める、フリースタイル調子どう、床屋行け、今日閉まってるかもしれねえけど、もう行け、牛張りに、もう違うか今のは。放送できるかな、うん、爆笑、爆笑だよ、泣けたね。もうイヤホン取れるぐらい爆笑だ。電車でバーンってギガバイト寝てた隣の人にバーンって飲んじゃいてね、今の流れすげえ良かったっす。今は良かったっすね、はい、こういう年にしたいっすね、もうどういう年だろう、なんかうまくまとめたっていうか、なんか何起きますかね、まあ、オリンピックとかある、あるんじゃないですか、多分だけど、世間的なってこと、なんかこう、こんなことあるんじゃねえかみたいな予想。宇宙人とかちょっと気になるよね。あ、最近なんか、ね、確かになんか言ってたよね、 NASA とか、はい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 、うん、宇宙人おりますみたいなさ。え、そんなの、そんなの、なんか UFO いますみたいな。あ、なんかアメリカのニュースで、はい、うん、なったって、なんか最近それを打ち明けようとしてる感があるよ、昔よりはあるよね。いきなり来んじゃないの、もうクラスメイトとかにも宇宙人、8月ぐらいに、うん、もう宇宙人転校生です、いるけど普通になってるみたいな。いやー、どうなのかね、なんか UFO マジ見たかもみたいな、なんかストーリーとか結構、あのインスタのストーリーとか見るイメージだもんね。結構いるのかもね。いるんじゃないか。見たことある？ないないないよ。見たことある、フワちゃんみたいな。見たことある、ブレースタイル、ないんだ、かわいいじゃん。なんだって、どうなんだろうね。見てんだ、ポンズは。え、 UFO 見たい、見たい、見たい。見たいよね。俺も見たいかもしれない。確かにね、昔勝手になんかさ、 UFO に吸い込まれて脳いじられるイメージしかなかったから、はいはいはい、吸い込まれてとか、ね、なんか怖いイメージあったけど、今なら見たいな。未来から来た人みたいなイメージだよね、最近。どか宇宙からなんか来たじゃなくて、タイムマシンで未来の人間が来てんのかなとかって思うと、最近宇宙人ってなんか未来の人なのかなとか。かっこいいじゃん、大ちゃん、大ちゃん、大ちゃん、説明して。何今の時間。説明してたね。説明してたね。確かに未来人、ね、説得された、うん、そうかもしんない。なんそう考えると、どうも、なんで来ないんだろう。もう来てんだ。来てるとか降り立ってんの。降り立ってんの、誰だ、誰なんだ、誰だろうね。どうなんだろうね。けどいや、なんかそのさ、あの裏の話じゃないけどさ、あのレプタリアンとか地底人とかさ、そういうのもなんか混ざっててとかさ、すでになんかそういうの、うん、いろんなルーツがあって、うん、
日本内でもそうじゃなくて、うん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 、九州の人とまた北海道ってさ、俺は、ね、まだ行けてないけどさ、うん、今年そうだ、ね、行けないけど俺が何度も、ね、確かに去年は コロナウイルスに阻まれたから全て何かで阻まれるね、阻まれるんだけど、ね、いいとこだったな、うん、あそこも不思議だよね。だってほとんどだってさ、ここ200年とかの歴史の人工動物みたいな感じでしょ。そうだよね、うん、だよね。だって東北もね、最初はそうじゃなかったもんでしょ。そうだよね、うんうん、そう考えると、うん、何も考えれない。すごすぎて、すごすぎてね、すごいね、うん、盆踊りのルーツも青森県にあるらしいもん、ね、そうなの、そうなの、そうそう、なんか青森なんかあるよね、なんか青森パワースポットっぽいよね、なんかね、あのキリストの墓があるとかっていう話とかね、なんかパワーあるもんね、うん、確かに人たちも確かにね、うん、また違うよね、うん、青森の人ってまた、うんうん、何が起こるか分かんない、何起きんだろう、2020でしょ、的中させたいね、ちょっと、いやー、それは当たったらすごいね、スーパーチェンジじゃないですか。スーパーチェンジ、大まかなスーパーチェンジ、スーパーチェンジ、グレートリセットみたいなことですか。あ、そういうこと、わかんないけど、グレートリセットって聞くね。なんか話振り返りようと思ったの去年だけどな、それスリシがスーパーチェンジいやでもこれマジで来年のね、来年じゃねえ、今年の秋ぐらいにいきなりテレビでスーパーチェンジしてる、わっマジかよ、総理とかが、ね、私の公約はスーパーチェンジですみたいな出てきて、確かにそれを掲げるかもしれないけど、スーパーチェンジ、これは確かにどこで当たるか分かんねえもんな、うん、あるかもよ、なんだろうな、予想ね、うん、うーん、的中させたいな的中、絶妙なとこ行きたいな、なんか絶妙なところ、うーん、車が浮くはまだ早いな、ちょっと、ああまだ車、でもなんかあるっぽいような話も聞いたけどね、うっすら、ホバークラフトみたいなあれですかね、浮いた説聞いたことあるような気するけど、円盤出るさっきのに引っ張られてるでしょ円盤出る、 UFO 見たいと一緒だね、だから円盤出る、そもそもリアルに円盤が、うん、円盤登場、登場、あ、円盤の円盤です、乗り物、これが円盤です、これが円盤、あ、円盤ね、アルファベットで円盤、トヨタ円盤みたいな、トヨタかね、なるほどね、そこ面白い、なんだっけ、アップルがさ、うん、アップル社がなんか車の製造に、うん、関わり出すみたいなニュースやってた、この前ちゃんと聞けなかったんだけど、アップル社として出すんじゃなくて、なんかどっかの会社にこう絡んで、なんか車企業っていうかになんか踏み出すみたいなニュースやってて、うわなんか起きそうだなって思ったんだよね、ちょっと。アップルか、アップルか、アップルか、欲しいね。あれ AI 自動運転とかもうどっかで実施されてんだっけか、国でタクシーみたいなやつとか、ええー、まだだっけ、どうなんだろう、でも今年中になりそうだよ、それはね、でそこぐらいまでは、うん、多分蚊が増えるね蚊が増えるか、蚊が増えてますっていうちょっとニュースが、おーなんでなんだろうね、知らないけどとりあえず待機中させるとしたらなんだろうな、なんか流行んねえかな、ノリが流行るの、あーノリが流行る、ノリが流行る、ノリが流行る、ノリが流行るね、ノリが、おめえ作ってね作ってる人の言い方、ノリ流行る、流行るぜ流行るぜありゃーっつって、ノリでも食いたくなるの、なるな、俺好きだね、俺も好きだ、なんでノリの話ってお前
なんでノリで今広げようとしたのに。ノリ食いだけになっちゃった。いやノリねえかな。何が去年何流行ったんだ。タピオカ。あタピオカが流行るからね。まあ一昨年今日、まあ、一昨年去年の頭ぐらい。そろそろ終わってきてるの。もう結構どうなんだろうね。ナタデココなったよね。あったね。あとね。タピオカ来て、なんかそれ系ね。あのパンケーキとかも流行ってきて。そうだね。なんですかね。軽く飲めるやつ。マウントレーニアかな。マウントレーニアってあのコーヒーですか。コーヒー、うん、もう流行ってるかもしんないけど。流行ってるとかじゃねえような人だ。安定の位置にいるような人だ。何かな。和っぽいやつとか。新しく出てくんじゃねえ。スアマみたいな。スアマ、スアマってなんだ。スアマってあるじゃん、あの、うん、なんていうのあれ、あの、うん、かまぼこ。かまぼこじゃないっしょ。あのあれじゃないの、あの、うん、駄菓子屋でさ、うん、よく売ってたあの十何個ぐらい入っててさ、ピンクとかのさ、うん、割り箸じゃなくて、つまようじで刺して食べるやつみたいなやつ。リモコンみたいなやつだ。そう、リモコンみたいな。あれスアマじゃないのかな。あれスアマっていうの。わかんねえけど。とかあのクリームあんみつみたいなやつにちょっと入ってるこうグミみたいなやつだよね。グミっていうかわかんねえけどな。時間を正解が多分あれだよ。映像が出てこない。あれだ。流行る。流行るね。スアマ。それにスアマとノリが流行る。ノリちょっと何のこだわりだ。根拠がねえ。何やろ。何が。アボガド。ああ。アボガド食え。なんでなんで命令されたんだもん。政府から一人一個。一日一日一個か。嫌いじゃないけど。十時になったら国民十人ね。十時になったら食べる。食べる。新ルール。何が何でも。何のルールや。変わったな日本。日本。みんな元気だ。野菜食えと。もうね。今回なんかありますか、片塚さん的に。そうか。結構まあ芸能人系とかも、うん、岡村さん結婚したりとか。はあ、ははあ。草薙剛さんもね、結婚したっすよね、うん。なんか見た。なんかそういう結構。うわみたいな人が結婚するみたいなスキャンダルみたいなやつもありそうな気はするけど。おまあわかんないけど。あれ。伊藤祐介かな。いや身内すぎて。身内すぎて。出してきたけど。伊藤祐介か。俺ら考えてる間ちょっとフリースタイルしててもらっていいですか。ちょっとそうだな。ずいずいずくろばしこまみそずいつ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 いそれあどらそれお前んとこの田んぼで俺がやっちゃってよ俺ゲスじゃないですか、ただの素振りをな。素振りをね。田んぼでおめえ何やってるってうわどういうシチュエーションなんすか。やってたっつったの素振りやったな。素振りしなかったな。やっぱそういう癖あるんだな、こいつ、ね、手癖悪い、うん、過去にそういうことがあった、ね、田んぼで、ね、田んぼでひどいやあのリズムで、ね、田んぼブームだね。田んぼブーム2021年はやっぱ自給自足。まあでもやってる人はやってるけどね。まあね。でも一番健全なスタイルですよね、うん。まあ、そういう意味で言えば俺はビーガンが来ると思うね。ビーガン、ビーガンっていうのは本当に本当にキスのベジタリアンとかじゃなくて、ベジタリアンとかはなんかその部類は卵とかなんか一部魚とかも食べるらしいんだけど、マジで生物じゃなくてあの植物食わない。卵も食わないみたいな。はあ。が
究極の結構食うんじゃないですか、はい、なるほど、はい、鳥も食べない、鳥も食べないじゃない、うん、なんかそのビーガンのその下ぐらいは多分鶏肉も食うみたいなの、そのなんかエビとかもなしみたいな、いろんな宗派みたいなあるんだ、なんかいろいろなんかその加工肉みたいな、うん、あの大豆でなんか肉っぽくとかのマクロビー系のやつとか、ああいうのがもっと種類になってくると思うわ。それで神田さんはやってない。肉好き。いや、まだね。まだね。来るんだ自分。まだね、ちょっとやっぱあの本物のお肉のハンバーガーだと、うん、あなんか嬉しいけど、うん、やっぱその大豆のなんかやつとかだとちょっと、うん、あの下がっちゃうから。下がっちゃう。バイブスが。バイブスが。だけどそれが超えるやつが出てくると。いうことは。ことは。つまりソース味噌そばエクストララジオ、どこでまでもドアボッタペッタドア、どこでまでもドアボッタペッタドア、どこでまでもドアボッタペッタドア、わからないことが本当多すぎる。例えば昨日の晩御飯のメニュー、昨日はシチュー煮詰めたやつ、今夜は野菜が取れたから野菜鍋に詰めたやつ、目立ちたがるやつ、消しゴムの数集めてるやつ、俺の人生を週刊連載、桁が増える給料明細、選択肢は無数にある、快楽になれると普通になる、普通が苦痛になる、すぐさま入れ替える、唇とアナル、思考を変える俺のゼミナール、沈黙シリーズまるでセガール、お前のマイクはポリアセタール、俺の母ちゃんはビーガール、hey!どこでまでもドアボッタペッタドア、聞いてください、卵かけご飯を玉毛かけご飯と言い間違えた母と、その宇宙に流れる温度、宮沢賢治 is dead、 新世界をセット、ノーヘルメットマイクロフォンゲット、キットカットカリオーバーヘッド、一妻のペットポジションゲット、ベッドに転がる熱いチキンナゲット、髪型セット、ポマードべっとり、すでにもうトリックアトリート、寝たふりする猫、飼われたい犬、飼いたい人、おい鳩、ポケットのボンド、人の煩悩、きっと本当と嘘は一緒、グリコパイナップルチョコレート、グリコパイナップルチョコレート、どこまでもドアボッペッタドア、どこまでもドアボッペッタドア、どこまでもドアボッペッタドア、Yo, ブリングパンチ、キャミソールキック、ゴエモンレスラー、こめかみにキスした後は、シミケンのように脇を攻める、シミケンのように、後ろは気にしない生き方、オリジナルヒップホップでメイクマネー、金ピカのスケベースにまたがり、雲の重さのようにでかい風呂でギャルとチルする。